郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube とポッドキャストでお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は、前回ですね、28歳女性の方からご質問いただき、北川先生にお答えいただいたんですが、収録した後にちょっとこれ続きもうちょっとやろうよということになったので、このフレキシビリティがですね、この番組のいいところなので、今日はその続きをお届けしたいなと思いますので、まあ先生も僕も皆様も復習も兼ねてですね、前回のリスナーの方からの質問からもう一度先生を読み上げてよろしいですか。はい、お願いします。はい、では質問読み上げます。28歳女性の方からです。先日学生時代の友人とカフェに行ってきました。相当日々のストレスが溜まっているらしく、職場の人間関係に対する愚痴ばかり。確かにそれは大変だろうなと思い、彼女の愚痴をひたすら聞き続けました。20代も後半に入り、彼女の表情がどことなく、学生時代とは違うように感じます。愚痴やマイナスの感情を抱く気持ちは人間なので誰でもあると思うのですが、行き過ぎると口から放つ毒が、彼女自身を蝕んでいるようにも見えます。愚痴の多い彼女に対してどんな声かけをしてあげればいいでしょうかという、質問、先週お答えいただきましたが、今日は小さな幸運ということについて、これは、ね、早川さんとお話ししたいなと思ってるんですけども、はいはい、僕はね、なんかね、ずっとこの人生、なんか自分が出世することやお金持ちになることや有名になることっていうのは不思議とこう思わなかったんですね。はい。で、今もそうなんですけども、なんかずっと人を救いたいなっていう、なんか心がずっとあったんだ。だからなんか自分としては人を救うという職業って言うとおかしいんだけど、生き方をしたいなと思ってるし、はい、今もそうなんですね。こうひたすら、自分自身もくだらないつまらない人間なんですけども、いえいえ、僕はずっと人を救いたいと思ってるんですね。うん、で、そのために生きてこう、それがこう神の意図する世界なんだなっていうのを自分が見つけた感じがするんですね。はい、だからこの人を救うというその小さな小道って言いますかね、それを歩みたいなと思ってるんですけども、それな仲間に引きずり込んでるのが早川君だったり、いやいや、僕の、あの周りの人たちなんですけども、はい、我々はこう弱いですよね、やっぱなんか、小さな、私も本当に気は小さいんですよ。それからね、勇気がないんですね。それからもう一つ私の欠点は何かと言ったら、なんかすぐ怯えると言いますかね。あ、そうですか。全然そのイメージないですね。腹が据わってる。いや全然小さな嫌なことにすぐ泣いてしまうと言いますかね。本当にこの日本海の肉体は、この北川八郎ってこの今世の肉体は気がちっちゃい、怯える、なんか恐怖心に弱いなっていうのが、この肉体に対する感想なんですね。はい、すごいなんか弱いなっていうか、でもなんかキリストや、先人たちから学んだのは、大きな愛に向かって生きると言いますかね、こう、見守ってくれている存在があるということと、必ず助けてくれる存在と言いますかね、最後はあらゆるものはこう、気づけば良き方向に向かうということをこう、今は確信はしてるんですけどね、それとも我々はこう心を慣れてしまう、だからそういう時に大事なのは、小さな幸運は必ずこうなってますが、意味のある幸運というものがある、その意味のある幸運の方に歩んでいこうではないかっていうのが、よくこう、みんなに呼びかけなんですね。意味のある幸運。難しいけれどもね。だからそのためには、前回の、女性の方と同じように、こう、なんだかね、良き未来と、なんか、神の意図する平和な世界っていうのは必ずあるっていうことをこう信じると言いますかね、それに向かっていくのを行くのはこう、なんか勇気が出る言葉をこういつもこう染み込ませて生きていこう、そういう言葉、大丈夫、楽しい、嬉しい、一筋から大きな愛、見守ってくれる、必ず光がやってくる、なんか周りの小さな不安に同調せずにこう良き友達と交わろうって言いますかね、そして
心の気づきがこの人生を必ず向上させてくれるっていう、こうその事実を知ろうと言いますかね。だからもう一つはあの提案はこう必ず今日もそうなんですけど、今日天気をとってもいいんですけど、はい、うん、目線をとにかく上に上げて青い空と白い雲と遠い星を見つめると、はい、やっぱなんかね、うん、不思議なことによく未来がやってくるんですよね。それは大事ですね、やっぱり。なんか本当に私たちこうプログラミングされてるような感じがしますね。こう、うんうんうん、こう神 の、 あの意図する世界を歩み始めると、意味のある小さな幸運というものにこう出会うって言いますかね、助けてくれたりとかプレゼントくれたりとか、うん、みんなが励ましの言葉をくれたりとか、うん、なんかちょっとしたほっとするような出来事って言いますかね、それが小さな幸運のせせらぎと言いますかね、うん、そんなふうな流れがあるというふうにこうプログラミングされているような感じがします。組み込まれてそうですよね、うん、だから、でもだから例えばみんな幸運と幸福を欲しいと思うんですけども、はい、神様がそういう神がいることを信じるならば、それを導き、うん、導き入れたいですよね。そうですね、うん、そしたらでもお正月になるとみんな松飾りしないじゃないですか、うんうんうん、僕はねあれはそういう導きだと思ってる思うんですよね。この導きそうそう、この家は神の幸運を信じて、ここは神様に来てくださいという目印が門松だと思うんです、うん、なるほど、うんうん、だからちゃんとお正月にはもしもあなたが家族の幸運とか平和とか健康とか望むなら、はい、ちゃんとこの家はこうそういうことを望んでる、あなたを待ってる、うん、幸運の神を待ってる家ですとかいう門松を入れた方がいいと思って、角に松を立てると言いますかね、うん、ああそうか、うん、だから門松とか松飾りというのは大切なんですよ。神を、ね、我が家になんかね受け入れるっていう目印なんですね。ただのなんとなくの飾りじゃないってことですね、うん、だからそういう意識をして門松をしてポンポンと手を叩いて、うん、幸運の神様どうぞこの目印のお家に入ってください、うん、で中でお祝いするというかね、うん、雑煮を食べたりなったりして幸運を神が来てくれることをお祝いするっていうのが、うん、お正月なんですよね。もうお正月終わっちゃいましたけど、来年こそはちゃんとそういう意識を持ってて、はい、来年 の、 あの年末にも同じことをちょっと言いたいと思いますけども、ね、はい、なんかプログラミングされてるんですよ、うん、例えば、うん、小さな魚があるじゃないですか、イワシとかあんなんは、はいはい、あれは一匹一匹弱いじゃないですか。そうですね。でもあれなんかサメとかなんとかクジラとか来たら大きな上に魚ね化けるじゃないですか。あ、集まってね化けますよね、巨大なこう、うん、はい、あれは教えられたことじゃなくてみんな組み込まれてますね。で一匹のお魚みたいに巨大な魚になって、うん、はい、逃げたり戦ったり群れたりね、さまざまなことやりますよね。うん、つまりこうどんな超微生物も我々人間も調和能力と言いますか、うん、はい、平和へそういう幸運や身を守ることや、うん、良きことや大きな愛や、うん、そちらに行くことをプログラミングされてるんですよ、うん、それがその神を祈るということと同じなんですよね、うん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 、だからそれをプログラミングされてるのをそれを取り入れないってね、もったいないじゃないですか。もったいないですね。それほどもったいない、もう時間と場所を超えてずっと組み込まれているものは使わない手はないですよね。だから小さな魚群れて巨大な魚になるってことを信じてみれば、うん、我々も同じことをプログラミングされている、つまりこう幸運を願って良き方向に行って人々の幸せになると自分もそちらの方向に行くっていう、うん、まあ、それが門松であったりなんかお祈りであったりすると思うんですよね、うん、なんか先生が、まあ、前回もそうですし、まあ、今回もね、さっきその先生ご自身の、まあ、職業というか生き方は人を救うことっておっしゃってますし、まあ、この、ね、ご質問者の方にもこうやっぱりそのお友達を救ってあげなさいとか、まあ、僕自身もよく誰かを救ってあげなさいって言われますけど、やっぱりこうもちろん先生とこう長く付き合わせていただいているんでその大切さは分かってたつもりなんですけど、でもなんか この2回通じて思ったのはやっぱりあれなんですかね、人を救うことのもちろん純粋性は言うまでもなく大事だと思うんですけど、うん、やっぱり人を救うことで当然自分も
なんかそのダイレクトに例えばお金が入ってくるとかそういうことじゃなくて、なんか広い、そう、深い意味でつまり自分、人を救うことでやっぱり自分も救われるんじゃないかなっていうのは、なんかすごく、ああよかったとか爽やかになりますもんね、はい、思いますよね。それはこう大事だと思います。そこにこう優しさが生まれると思う。そうですよね。で先生がまさにこのポッドキャストもそうですし、ずっと世の中で説かれてることそのものだと思うんですけど、先生先週おっしゃってた言葉覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、いわゆるその自分が話す言葉って最初に自分が聞くっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、つまり誰かを助けるためには、まあ基本的に言葉を使うじゃないですか、このポッドキャストの話も全部そうですけど、うん、そうすると当然その誰かを助けてるようで、まずその言葉を吐いてるのは自分だから、当然自分も救われるんじゃないかと、ちょっと すみません、遅まきながら気づいたんですけど、うん、これの解釈は合ってるんでしょうか。そうですそうですそうです、まあ、ブッダがお釈迦様はそのことを言ってるんですね。言葉は二つの矢になって飛んでいく、一つは相手に向かい、一つは自分に向かうと言いますかね。だから良き言葉も悪しい言葉も二つ飛んでいく。だから、うん、良き言葉を吐けば相手も良くなるし自分も良くなるということですよね、うんうん、でも私たちは小さな嫌なことにこう泣いてしまうから、そういう時に大事なのは良き仲間であったり良き友達であったり良き家族で励ましてくれる人が必ずいる、うん、いればいいですよね、うん、で逆に我々が励ます人にならないといけないと思うんですね。そうですね、うん、これ不思議ですね。本当にもうこの話先生と出会わせていただいて5年6年前からもう最初からもちろん言われてるんですけど、なんかある日突然こう、まあ、いつも の悟りと悟りの違いじゃないですけど突然訪れますよね。そうですね。うん、まあ、昔から薫陶って言われてるんですけど、はい、いぶしでいぶしていぶし銀にしていくように、うん、何回も何回も同じ言葉を浴びて我々はこういぶされていくように、うん、こういう言葉もこういう思想も何回も何回 もう聞いたよっていうんではなくて、何回も何回も何回も聞いて、ああそうだああそうだって言って染み込ませていくことが大事なんですね。だからまあそういう意味では私は薫陶ってい こう意識を持って相手をいぶしていくって言いますかね、良き方向に。本当ですね、まあ、本当にこれが神のお手伝いと思ってですね、今週はもう私は神のお手伝いやと、うんうん、素晴らしいですね、まあはい、私たちは本当に弱いっていうかね、うん、本当信じないし本当かなって辛いことをやってきますよね、うん、でも神はね約束を守りますよ。神は約束を守る、うん、神は絶対守る。守らないのは私たちですよ、うん、だから あなたがきちんとやってれば大丈夫ですよね、うん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 、弱いのは私たちなんですよ。すぐこう信じなかったりごまかしたり言い訳したり逃げたり快楽に行ったり、なんか私自身もそうなんですけども、すぐ座り込んでしまったり倒れたりするのはやっぱどっか神を信じてはないんでしょうね、うん、自分から降りちゃってますよね。そういうことですね。その通り、いい言葉ですね。自分から降りちゃうんですね。だからまた乗せてもらわないといけないですね、こういう話を聞いてね、うんうん、はい、ありがとうございます。ご質問者の方もありがとうございました。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を引き続き募集しております、詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川アットマーク KIQTAS.JP までお寄せください。そして来月、また楽進会がございます。3月1日火曜日、そして、久々に断食会、大国で行われます。こちらは3月25日から27日です。ぜひホームページの方チェックしてみてください。そして、月末ですね、この人生を変える出会いでは、番組継続のための支援をしてくださる番組サポーターを引き続き募集しております。この度新たに Apple Podcast からもサポーター登録できるように、対応いたしました。これまでの、先生の特別のご講話をすべてお楽しみいただけます。サポーターの皆様には、最新のこのご講話ですが、直近3ヶ月はですね、去年の12月金持ちより時持ちになれ、1月喜びの共感の中に生きる、そして2月ですね、けばだつ世界の心構えということで、先生に特別にお話をいただいています。サポーターの皆様には毎月このようなお話を届けしてまいりたいと思いますので、よろしければサポートの方もしていただけたら幸いです。こちらも詳しくはホームページもしくは概要欄に記載しておりますのでチェックしてみてください。ということで北川先生、今日2月最後の放送でした。ありがとうございました。ありがとうございました。